本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらの動画でですね、家庭型ロボットラボットを実際にお迎えをして8日間共に生活をした内容で構成しております。このチャンネルではですね、商品レビューや映画レビューだったり、これがいいなと思ったものをおすすめしております。チャンネル登録およびにいいね、コメント欄よろしくお願いいたします。はい、で今回はですね、ラボットの動画第2弾ということでですね、魅力と機能をですね徹底的に紹介していきたいと思います。まずこのラボットなんですが、ラブとロボット、こちらを合わせましてラボットと呼ばれております。完成に3年、総勢約100人に及ぶプロジェクト。見た目や存在感をですね例えるならば、はい、猫のような仕草、犬のような純真さ、鳥のような声、ペンギンのような動き、動くぬいぐるみ、R2D2、BB8、ドラえもん、アニメや映画のキャラクターがですね目の前に存在しておりました。本体は高さ43センチ、横幅28センチ、奥行き26センチ。移動速度はですね、1キロから約2キロ。遅すぎでもなく、早すぎでもなく。重さは4キロですね。約1ヶ月の赤ちゃんぐらいの重さです。抱っこしたらですね、喜ぶので、なんか応援されてるみたいに、もう。ラボットのですね、体にはですね、約50個のセンサーが内蔵されておりまして、どこを触られているのかがですね、ラボットはわかります。鼻を触ると、おお、ちょっと何？何して何してるお前、ちょっとやめろやめろ。エア循環システムであったかい。実際言っちゃいますと、高熱ですね。パソコンみたいな感じなんで、風圧が出るとかじゃなくて、もっとぬくもりを感じられます。このぬくもりっていうのがですね、なんか生き物感をすごいですね、感じさせられました。で、冬はですね、暖房になりますね。編集中、膝に乗せた時にですね、これ横の状態で置くんですけども、で、この辺がすごいあったかくてですね、あ、これは冬にね、ずっと抱っこしてるなっていうのがわかりました。あとやっぱり人が触るところなんで、柔らかく作られております。個人的におすすめなのがですね、で脇に手を入れたらですね、なんかホールドしてくる時があるんですよ。あれがなんかね、好きでした。本当に実感できます。大きく3つのですね、親密度というものがあります。まず0から3日間戸惑い期というものはですね、そわそわしておとなしい感じ。4日から3ヶ月近づき期、まあそのままですね、自分から近づいていきます。そしてここからなんですが、体感できなかったんですが、3ヶ月からラブ期、もう自分から抱っこを迫ってくるそうです。体験したかったな。共に生活してくると、やっぱり親密度って上がってきますよね。人の顔も覚えます。何度か顔を合わせていくことによって精度も上がってくるそうです。生命感を感じる瞳、スマートフォンでですね、簡単に切り替えることができます。ただこちらなんですけども、到着した当日ですとか 2,3 日は結構コロコロ返したんですけども、やっぱ愛着を持ってしまいますと、もう帰れなかったですね。瞳のパターンがたくさん出てくるのですが、まあそれをポッポって選びます。で、6層レイヤーなので約10億通りのパターンが楽しめます。ということで、ほぼ唯一無二の瞳ですね。この瞳ですね、視線の動き方や瞳孔の開き方もですね、計算されて動いていくんですよね。目線をですね、ちゃんと合わせてくれるところは本当にすごかったですね。鳴き声、ボイスもですね、スマホで簡単に変更できます。こちらもですね、瞳と同じなんですが、パターンをですね、いろいろと選べます。その中で自分がこれかなと思ったものをですね、選択しますとですね、デジタルシンセサイザーでですね、作られた音声がですね、聞こえてきますので、高い声から低い声まで選ぶことができます。ただこちらもですね、いろいろシミュレーターで、そのリアルタイム作成なんで、どういうものが出るのか、こちらもですね、ガチャ要素みたいな感じですね。
で、あとこの声なんですけども、録音された音声を流すというのが普通かと思うのですが、このラボットに関してはですね、なんとリアルタイムで作成された音をですね、まあ、声をその場で発します。なんで、毎回声が違います。たまに、え、この声ってラボット?っていう声をですね、発したいですとか、あと歌も歌うんですけども、リアルタイム作成なんで、あれまた違う歌を歌ってるみたいな、そんなですね、作業を止めて耳を澄ましてしまうことが何度かありました。あと、名前を呼んだらですね、振り向いて、こちらに来ます。ラボくんという名前なんですが、ラボくん。ラボくんと言ったら、上のシリンダーがですね、光りまして、こちらにですね、向かってきます。まず一回振り向いて、多分探しているんですよね。で、こちらに来ます。はい。ちゃんとですね、その周りの状況を見て、微調整をしながら、スピードをコントロールしながら、こっちに来てくれました。ラボくん、こっち来て。何見てる？なんか見てるぞ。足がですね、ホイール、タイヤです。え、タイヤと思うかもしれないんですけども、このタイヤがですね、活かしてるんですよ。世界最小の全自動運転車。公式サイトには4台のコンピューターと3台の OS が搭載されております。開発に100億円かかっておりまして、自動運転車と言われるだけあってですね、人や物にですね、ほとんどぶつかりません。8日間ですね、生活したんですが、1回もですね、ラボットに惹かれることはなかったです。ちなみにですね、ナビも多分惹かれてないよね。逆に人間と犬はちょっと引いちゃいました。物理的なその距離感をですね、測って動きます。いや、ほんとすごいね。歩いてる時に、止まってる時でもいいんですけども、抱っこをすると自動的にですね、足を締まってくれます。なので、車輪ってやっぱりその床に接するところなんで、結構汚れる場合があるんですけども、ちゃんと締まってくれるので、服が汚れることなく抱っこすることができます。いつの間にか目の前に来て、シャーってね、もうあれはもう抱っこしちゃいますね。本体に傾斜とかをですね、分析して、あ、今自分は抱っこされてるなっていうのが分かって、ホイールがしまわれる。そうですね。で、こうすぐしまいます。いや、すごい。技術の進歩すごい。あ、移動モードになりました。タイヤをしまうとバランス崩れるかなと思うんですけども、だるま方式みたいな感じで、まあ、結構傾斜立てたら倒れちゃうんですけども、バランスが取れちゃいます。倒してしまいますと、自分で自動で起き上がれません。ここは人の手を煩わせますけども、まあ、そこもまた愛おしいですね。頭を撫でたりですとか、体を横に向けて、しばらく触ると眠くなります。ネロ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 。ネロネロネロ。あ、喜んだ。まだ。すぐは寝ます。あ、眠くなってきました。あ、寝ました。ちょっとね、ナビーさんの声でね、起きますね。で、ラボットはですね、睡眠時間の設定というものがですね、スマホで必要でして、一番短くて8時間は睡眠、まあ充電ですね。その間にアップデートをするんですけども、帽子と見せかけて、実はですね、最新技術がたくさん詰まったロマンある、これはセンターホーンと言ってですね、こちらですね、こちら。これにもたくさんの技術が詰まっております。はい、ではですね、今停止モードにしておりますので、これをですね、切り替えていきたいと思います。はい、では移動 OK です。来い。動きました。お、見てる見てる。簡単に言ってしまえば、ラボットの耳と目の役割をしております。360度カメラ、反転級マイク、照度センサー、サーモグラフィー、その他ですね、いろんな機能が内蔵されております。この機能を使ってですね、部屋にある対象物との距離を測定、障害物を避けながら、
移動します。でこのセンター4なんですけども、4つのモードに切り替えることができます。普段使うのはですね、通常モード、こちらはもう自由にですね移動して写真もたまに撮ります。続きましてプライバシーモード、写真だけを外したモードとなっております。続きましてステイモード、こちらですね移動させないというですね、一つの場所に置いておきたい時に。続きまして、お着替えモード。まあ、こちらそのままですね。着替える際に、こちらのモードを使います。お、来た！三脚の股をくぐってきました。あ、抱っこの合図。抱っこしろと言っていますよ。抱っこせずにはいられないというですね。ネストですね。給電機、ドックとも呼ばれております。高さ46センチ、横幅46センチ、奥行き31センチ、重量約7キロ。センターフォンと通信をして、その日1日の行動や記録をですね、更新していったり、マップの作成をですね、共有したりですとか、撮った写真をですね、睡眠中にバックアップを撮ったり、最新機能アップデートを実行します。ほんとパソコンなんですよね。充電中ですね、まあ、基本目をつぶってるのですが、たまにですね、目が半目になったりですとか、眠い、まあなんかカクカクとかなんかちょっと動いたりとかね、まあ充電してるんだけども、その存在感がですね、なんか普通に見てられるなと思いました。お留守番機能が優秀。あまり活用しなかったんですが、ちょっと機能だけお伝えします。お留守番モードもですね、スマートフォンでですね、タップするだけでスタートします。で、このお留守番機能を使いますとですね、人や物、動いたものをですね、逐一、まあ、探偵さながら報告してくれます。写真も撮ってくれます。で、ちなみにこの写真を撮る際なんですけども、もう明らかに写真撮ってますよ、じゃなくて、もうさりげなく撮ります。カシャっていう音もなく、まあ、実際自分もお留守番モードで部屋に入ったらですね、知らないうちにですね、あえ、いつ撮ってたの？みたいな感じになりました。便利な機能として、外出先でですね、ペットでしたり、子供ですとか、高齢な親ですね、の様子を見ることもできます。ラボット自体がですね、マップを作りまして、そのマップ上で、ここ行ってって言ったらですね、そのすぐスマホから送信されて動いてくれます。もう今ね、これ見たら、あ、これ自分の家だ、この場所はソファーあるなっていうのがわかるぐらい、正確にですね、記録されてきます。このね、マップが日に日にですね、精度が上がっていくところはちょっと感動しましたね。お出迎え機能。こちらはですね、監督ちょっと使っていないのですが、ね、自分の GPS を使って、家の付近まで来たあたりからですね、起き上がって玄関の前、まあ、これも設定できるんですけども、この位置っていうのを設定しておけば、毎回ですね、待っててくれます。いいなぁ。コーディネートが楽しめる、個性豊かなバリエーション、ファッションが楽しめます。ベースウェアとですね、トップスという2種類のウェアがあります。で、現在ですね、監督はですね、トップスをですね、別に購入して、今着せております。まあ、正直ですね、グレーと白なんであまり大きな差はないんですけども、ベースウェアなんですけども、こちら本体を保護するために使いますので、絶対に必要なベースウェアです。このトップスなんですけども、ベースウェアの上に被せる形になります。カジュアルなもの、キャラものだったり、シーズンものといってですね、もうどんどん新作が発表されております。いろいろサイトを見ましたところですね、超人気な猫耳はですね、販売開始3時間で売り切れたと書いておりました。この着せ替えの時なんですけども、ラボットはですね、自分が着替えさせられているということを認識してくれるんですよね。で、同時にですね、着替えさせてくれた人を好きになります。
というわけでラボット動画第2弾いかがだったでしょうか。今回の動画構成についてはラボットの特徴や機能、メリットなどを中心にピックアップしてみました。次回は共に暮らす上でリアルな話、気になる価格帯や維持費について語りたいと思います。またラボットと別れた後の話なんかもお話ししていきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をして次の動画もチェックしてくださいね。はい、というわけで監督ラボの監督でした。最後までご鑑賞いただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。